WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。法政大学キモートセブンのゆうなです。よろしくお願いします。好きなアイドルは2丁目の先駆けカミングアウトさんと、遊びダンジョンさんの、姫野ななみさんが推しメンです。今回挑戦したダンスは、地域パレードさんの地域ファイターに挑戦しました。すごく振りがしっかりしていて、大きく踊る振りが多かったので、しっかりとブレないように頑張りました。また自分たちが一番っていう歌詞が出てくるんですけれども、その歌詞に合った感じの踊り方をするように心がけました。私がコピーダンスを始めたのは、今私実は3年目で、3年前ちょうど1年生の夏の敗者復活戦から出てます。今回の企画に参加したきっかけは、私自身が自粛期間に自分のパフォーマンス力を上げようと思って基礎から一度しっかりと練習をしたことです。その自分が練習した結果がこのコピーダンス界隈でどれくらい通用するのかっていうのを知りたくて、まずは応募を決めました。あとはフィードバックをもらえるっていう点にも魅力を感じて、なんかその私自身が一度もまだプロの方にダンスを習ったことがないので、自分の今のパフォーマンスがプロの方の目から見てどんな風に映ってるのかだとか、あとは私個人のパフォーマンスがどれくらい、その何が足りなくて何が今できているのかっていうのをしっかりと把握したいなっていう風に感じたので、今回応募させていただきました。もう本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。私自身がそのダンスに今までそこまで自信がなかったんですけれども、この大会を通して少し自分のパフォーマンスに自信を持つことができました。今回はこの個人という結果だったんですけれども、それだけではなくて、今後またユニドルが対面で開催された時にはしっかりとキモータセブンのチームとしてしっかり結果を残していきたいなっていうふうに考えています。将来の目標は、私今身長が小さいのがすごくコンプレックスなんですけれども、その身長を感じさせないくらい大きなパフォーマンスをして、その中で人を笑顔にするようなダンスをできる人になりたいと考えてます。この度は私にはもったいないぐらい素晴らしい賞をいただき、本当にありがとうございます。まだまだ大変な日々が続きますが、私たちも女子大生の身ではありますが、少しずつできることを発信していこうと思うので、よかったら皆さんで一緒に乗り越えましょう。ありがとうございました。